ザナミ。じゃあ気を取り直して、はい、皆さんこんにちは、みやこ YouTube のネイキと村太郎です。今日私たちは大槌町にある波板海岸にやってきております。イエーイ。今日はお天気にも恵まれて綺麗な海と空が見えると思います。さあ今日は何をするんでしょうかね。もうここまで来たらもうこれだよ。これこれ犬。そう犬なわけあるかい。サーフィンですね。もう海の方にサーファーの方々がもう出ていらっしゃいますけれども、今回はですね、我々も初めてではありますが、ちょっとサーフィンに挑戦したいと思いますので、はい、それでは頑張りましょうか。頑張りましょう。おー、はい、早速着替えて、海までやってきました。今日はですね、ケーサーフの、杉本ひろしさんにサーフィンの、伝授をしてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。スノーボードとかなんかやったことはない。スノーボードは1回ないんだよ。いいけどスタンスなんて横のスポーツですから、こっち前で前ですから。レギュラースタンス、これで、グーフィースタンスっていうのはこっちですね。こちらが、そうどっちかな。それは決まりがないんですよ。だからやりやすい方なんです。だからスノボーはこっちの、はこっちのがそういうことがあってな、両方できる人もいるけどほとんどいないですよ。片方だけになっちゃう、はい、だからそれをまずスタンスを決めなきゃならない。ここじゃないと海入ってもできません。だからどっちかなっていうことを今質問しました、はい、だから横向かなきゃならない、はい、顔だけが前に、はい、基本姿勢ですね。そういうことです。あ、もう乗れてる。まあこれをここで100回やります。はい、で、まずパドリングをします。はい、で、パドリングをするときにこう、揺れないようになるべく難しいですね。だから、胸を少しこう起こしながらパドリング。これ、きつい。まあ、無理だったらやってもいいけど、できればちょっと胸を起こしながらパドリングしよう。大丈夫？はい。で、まずそうやって立ち方、はい、ここですね。もっと後ろ、ここもっともっと、もっと、そうで、こうやった時にまっすぐになる。はい、そうですね。はい、で、立つ。あ、前足を出す。はい、立ってみてください。はい、逆だ。はい、これだとバックドロップします。後ろにゾーン。そうね、だからスタートを回す。前の手は上げない。前の手を上げると後ろに乗ってるのに体重がこうなっちゃいます。あ、だから前の手はこう下ろしてない方がいいです。確かにこうだ。そうなんです。どこ？こっち。こっち？はい、本当？本当です。ちょっと待って、これこの姿勢だけでもめちゃくちゃ足いそれみんなだからこう来たよ。もうやばいな。安定感なんです。すごく水の上っていうのはすごくこう不安定だから抑えなきゃならない。これが一番踏ん張り効く。そう、踏ん張り効くわけ、うん、これが、はい、まあ入れば分かります。どれだけ不安定だから、はい、この硬い面でできないってことは海ではペケてペケてだからこっち前じゃないか。こっちか、そっちだ、はい、じゃあもう一回やってみましょう。はい、パドルして、そうですね、はい、立ちます。お、だからちょっと違うな。あれ、あの国みたい。マイアンスが死んでる。ああ、そうだと思う。それでやってみよう。はい、パドリングして、はい、立ちます。ほら、立ちやすいね。その方がいい。そしてもう一つ。
ル1万10。最初から見ながら、ほら、ここばっかり見てると面白い。先を見る。これが、上達していくにつれて、すごく大事。ここでその癖が、下見る癖できちゃうと、上達ある程度するんだけど、こっちですごい感じる。だからここで直す。はい、やる。はい、その時点でもう、リングの音からも。そう。で、滑り出すとか、マラソンの下見る。難しい。だからその、大事。みんな、立てよ。いやー、やっぱり難しかったですけど、なんとか立つところまでできたので、これからもうちょっと練習して、技とかをね、できたらかっこいいなと思います。ゆきくんはどうでしたか？そうですね、私も初めてだったんですけど、もう、初っ端からやられた。やられて、口の中がもう、塩味。もう本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。二人はもう、すごくセンスいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。藤本さんがサーフィンを始めたきっかけっていうのは何かあったんですか？そういうやつ。はい、そういうやつ。長いよ。たまにしないだけど、なんかスケボーやってる人たちがいるなっていう店があった、うん、そこがサーフショップだったんですよ。でそこにスケボーの部品を買いに行ってから、やっぱそこの店長オーナーにサーフィンもやればっていうところから来たんです。そこからもずっとやってます。あ、じゃあサーフィン歴は何年になる？言っていいんですか？41年。ほぼ塩水に浸かってる。そこからもう来てます。ありがとうございます。藤本、はい、さんの思うサーフィンの魅力っていうのはどこにあるんですか？魅力、やっぱり波に乗った時のその感覚っていうのはまたやりたいっていう、その気にさせる、うん、気持ちいいんだろうね。うん、確かに立てた時めちゃくちゃ、やっぱ初めて綺麗に立てた時は気持ちいいですね。なんかこう無意識なんだけど、こうなんか飛んでる、飛んだことはないけど、うん、そういう気分にさせてくれるっていうのが、うん、なんていうかサーフィンなんじゃないかなって。やっぱ相手が波なんでな、
こういう波に乗ってそれをやりたいっていう、そういう技をやりたいっていう目標というかね、うん、それでずっとやってんじゃないかな。県外の人、はい、また外国の人がこう、はい、岩手に来て、うん、なんかこう魅力的に思ってもらうためには、それはあなたたちが考えてるから俺が考えるわけじゃないでしょ。そこが難しいよね。うん、若い人が、逆に俺が質問したい。いや、明日行きます。やっぱこういう YouTube 使うしかねえんだよね。若い人たちはもうとにかくこれで、あ、ここでなんか映画の撮影して、あの映画めちゃくちゃ良かったっていうので来るじゃん、全然。だから YouTube とか SNS とかいろいろ。俺はそれの得意じゃないけど、そういう人たちがこう流行らせて来させるしかないのか。だから次はその君たちがさ、若い人たちがそのいろんな駆使して世界中から呼べるようにすることなんだろうな。だって帰れないじゃん、ここは。なんかビル建てとか、なんかテーマパーク作るとかなんかできないでしょ。金かけて、手いばっかり挟んで。自然のこれを見せる準備を俺たちがしなきゃいけない。だから俺は当たり前に普通にこうやってるのがいいのかなっていう。これ以上はできないもん、実際。だからもっと自分を磨いていくしかないのかな。もっとこうね、もっと親切にしろとかさ、そういう勉強するしかねえのかな。すごい丁寧に教えてもらった。丁寧だったよ。スパルタじゃないから。さあとかっていう話をしてる。ありがとうございます。いえいえ。で、最初はほら、震災後なんか子供なんかできなかったの。いや、ならずに。なんか、怖かったの。ごつ怪我する。砂だからこそできる。だからこの砂のね、ありがたみっていうのは特に分かる。だから震災後なんかよその甘いけどさ、この砂浜ちょっと欲しいよなっていつもこう思いながら砂見てたり、踏み締めるたびに、うわーやっぱ砂浜いいよなっていうのが白目実感。前の何がないの知ってっから、うん、あそうですよね、あとなくてもどうすんのこれっていうのはあったんで、それからするともう本当にもう贅沢というか、うん、夢を叶ったなっていう、うん、やっぱり他のお客さんとか、うん、そうですね。だから、うん、みんなで作ったら本当に世界一の素顔みたいな。危ない人いなくて。